聞いてるのか？ これでみんな集まったな。んじゃ行くか。待て、まだ行くのは早い。なんでだよ、あとは盗むだけなんだろ。パレスは甘く見るな、まずは準備だ。あのペルソナって力がありゃどうにでもなるだろう。それが甘く見てるってことだよ。下手したら死ぬんだぞ。パレスに行くのは準備を整えてからだ。準備？何かしないといけないの？よく聞いてくれた、アンドナ。まずは貧弱な装備をどうにかしないといけないだろうな。武器のことか？売ってそうな店なら知ってるぜ。じゃあそっちは任せた。あとはパレスで消耗した時のために薬を調達しておくか。薬？そんなのどうやって。大丈夫だ、当てはある。アンドナは楽しみに待っててくれ。こいつと我が輩はヨンチャに用がある。今日は一旦解散だ。いいから来い。我が輩だけじゃ近づけないんだよ。あのさ、実はな。なあ、話してた診療所はここだな。さて、どうやって薬を手に入れるか。まあそれしかないよな。当たって砕けるだ。入ってみるか。どうも。診察室にどうぞ。どうせストレスでしょ。そういうのは大体そう。とりあえず
鎮痛剤でいいよね。あ、在庫。やっぱり睡眠薬。寝るのが一番の薬だもの。甘いのと辛いの、どっちがいい？あ、そう。しかもいっぱい欲しいって顔だね。あなた健康でしょ？それが見抜けないほどバカじゃない。うちの噂聞いてきたってとこ？さあね。おかげで訳あり患者ばっかり来るけど、今時の高校生も大変ってわけね。いいよ、薬処方してあげる。体調回復に効くやつに限ってだけど、一応真面目そうだし面倒なさそうだから通したの。自由診療みたいなもの。私の薬オリジナルだし。病院の受付とかで売ってるの見たことない？薬事法的に医師の裁量による調剤ってとこ。体調を崩しても自己責任。それでよければいつでもどうぞ。話が早いね。私も助かる。でも変な子だね。一体何に使う気なんだか。ま、どうでもいい。あなたが面倒を起こさない間はね。はい、どれ？それにするの？どうも。お大事に。やれやれ。いや、よーし。モデルガンを扱っている店ならそれなりのものが手に入りそうだな。よし、続きは明日だな。帰ろうぜ。よーし。よーし。皆さん、
気づいてください。この国は歪んでいます。豊かに見える日本社会ですが、たくさんの若者は恩恵を受けていません。仕事はない、保証がない、蓄えもできない。未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです。演説なんて別に珍しくねえし、政治とか興味ねえだろ。皆さん、大事なのは7。じゃ俺についてこいよ。あのショップちょっと分かりにくいところにあるからな。おい、よし行こうぜ。おい、よっしゃ。そういやお前、ミリタリー系とか詳しいか？まあ、店員におすすめとか聞きゃいいな。とりあえず入ろうぜ。おすすめだ？てめえで気に入ったもん持ってきゃいいだろうが。不親切じゃね？オートマチックかリボルバー、どっちだ？オートマ？ちょ、いきなり車の話すんじゃねえよ。ここはマニアの来る店だ。ビギナーがたまると常連が嫌がる。ビギナーじゃねえし、こないだここで買ったし。覚えてねえな。こんな野郎。お前は何か欲しいもんでもあんの？うん？銀行強盗でもやんのかよ。ちげえよ、見た目の話だ。見た目のしてやんなら最初に言え。一応注意事項だ。人には向けないこと、運搬時にはカバンに入れること、札の世話にだけはなるな。ミリアの偏見が高まると迷惑だからな。奇遇だな、俺もだよ。まあよく見りゃモデルガンとわかんだが、本物は重厚感が違え。そのうちいいもんおごませてやるよ。お前にその気があればな。今はビギナー向けだ。待ってろ、見繕ってやる。よし、やってな。かっこいいやつ買おうぜ。ジャキーンみたいなの。俺の金渡しとくから、いいの頼んだぜ。マスター、知ってるかい？
先日の地下鉄事故も車掌が異常な言動をしていたってね。全身がどうのとか騒いでるやつ。ああ、何でも人格そのものが変わってしまうんだってさ。まるで心を盗まれたようだって。そんなバカな話あるわけないだろう。ありがとう。そろそろ閉店だ。ご挨拶だな。だから客が寄りつかないんだよ。味は悪くないのに、店がこれじゃせっかくの豆が泣いてるぜ。毎度どうも。またのご来店心より待ってるよ。やれやれ、親切で言ってやってんのに。ごちそうさん。ったく、めんどくせえな。あ、なんだ、今なら皿の一枚でも洗え。ほっとけ、店さえ潰れなきゃいいんだよ。愛想笑いしてまでやる気なんじゃないからな。そんな大したもんじゃねえよ。ここにいる限りみんなが放っておいてくれる。煩わしい話もめんどくせえつながりもない隠れ家みたいなもんだ。なくなってもらっちゃ困るが、それはそっちも同じだろう。だからお前も少しは役に立て。俺はもう上がる。面倒ごとだけは起こすなよ。ひとまずパレスに行く準備は整ったな。次は潜入道具だ。奥に机あるだろ、それ使えるように片付けてくれ。その机だ、早く片付けてくれ。これで好きな時にいつでも作れるぞ。今回は我が輩が材料を提供してやる。キーピックを作ってみろ。難しく考えるな。習うより慣れろだ。最初はみんな不器用なんだ。うまくいかなくても落ち込むなよ。これで準備は整ったな。明日からいよいよパレスだ。今日はもう寝るぞ。おはよう。ほら、急いで教室に行けよ。おはよう。もうじき退学だってのに殊勝なことだ。はい、じゃあホームルームおしまい。君ちょっといい？確認したいことがあるだけ。すぐ済むから。早速今朝の件を進めてくれているようで助かりますよ、川上先生。どうも。なんだ吉沢、こいつと知り合いなのか？はい、前に助けてもらったので。
やめておいた方がいい。君の輝かしい未来に傷がつく。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って、いいですかね、指導室入らせてもらって。おっと、すみません。では我々はもう行きましょう。指導の邪魔をするわけにはいきませんから。失礼します。入って。乱闘直入に聞くけど、鴨志田先生と何かあった？さっきのこともあるけど、ちょっとね。今朝お小言もらっちゃったの。君の名前出されてね、監督冬木届きとかなんとか。あんまり詮索とかはしたくないけど、騒ぎを起こすような真似はやめておきなさいよ。あ、それとさっきの女子、ちょっかいとか出してないよね。ならいいわ。坂本くんとも付き合いあるみたいだし、鴨志田先生にも目をつけられてる。それに吉沢さんも。君ってもしかして体育会系の人に縁があったりする？ごめん、冗談。話おしまい。戻っていいよ。
やれやれ、何か用ですか？どうぞ。ご用題。よく来たね。どうも。あ、どういうつもり？お大事に。
やめるの？こんばんは。あの後のことは覚えてる？その様子じゃ覚えてないね。一度はね、昏睡から回復したの。でも検査してる間ずっとぼんやりしてて、そのうちまた意識が飛んで寝ちゃった。普通あんなの飲む？バカとしか思えないけど。はいはい。ちなみに倒れた原因は味だよ。胃液と混ざると異臭が発生するの。シュールストレミングみたいな。まどうでもいいか。おかげでいいデータが取れたってこと。今度は私の番でしょ、取引。それでわざわざ起きるの待ってたの。私のオリジナルの薬ね。アンタゴンは元気ってことでいいよね。じゃあ取引成立。ここに来てくれればいつでもお値打ち価格で分けてあげる。種類もそのうち増えるかもね。今後ともごひいきに。あれほどの怪盗行為、身体的な回復手段も用意していたんじゃない？どこで傷を癒していたの？もしかして協力者でもいたのかしら？調べればわかるのよ。我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我死神のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。そうだね、次の治験いつ来れる？あ、これも覚えてない？検査中にも言ったけど、10代のモルモットは貴重でね。私はあなたの受験のためにお薬を提供。代わりにあなたはモルモットになる取引。新薬絶対に完成させたいの。もう動けるでしょ。今日は帰っていいよ。じゃ、お大事にどうぞ。ねえ、お大事にどうぞ。
か。どうする？よし。なるほど。ありえねえよ。始めようか。試してみよう。これだ。そうか、君も。Thank you.
なるほど。じゃあ行くか。よし。よっしゃ。じゃあな。
考えがある。